グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。UEFA の公式 SNS が、アトレティコ・マドリードの FW1 ワーヌ・グリーズマンの華麗なボレーシュと紹介した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュ。2017年11月のチャンピオンズリーグで、ローマ対戦したアトレティコ・マドリードは、2-0のリを収めた。この一戦で、先制点を挙げたのが、リーズマンだ。左から、クロスボールが入ると、リーズマンは、自身よりも後方に来たボール、反応。ゴールに背を向けて宙へ舞い、そのまま、0-2、バイシクルで叩き込んだ。このクロスにバーヘッドで合わせる FW はいるかもしれな。が、ここまで華麗なゴールはなかなか見られ、今季アトレティコ・マドリードに復帰することが決まったグリーズマン。また美しいゴールを決めてくれるだろうか。次ページ、動画、感すぎる、バイシクルゴール。グリーズマンが花に宙を舞う。